いやーみんな、ただいま。ということで、のもりんさんを出し切れさチャンネルのキットです。いやー、久しぶりの GT6、グランツーリスモ6なんですけれども、なんかだいぶこの間に変わっちゃったなちょっとね、久しぶりにやりたいんですけれども、何がどうなってんの今。アップデートのお知らせって言って、オンラインにコミュニティを追加、そして新コース鈴鹿サーキット2014追加しました。これちょっと走りたいね。カーディーラーに BMW M4 M パフォーマンスエディションを追加いたしました。これに伴い BMW M4 クーペチューニングパーツ、カスタムパーツが追加されました。もう全然忘れちゃってるね。シエラタイムラリーに新たなチャレンジイベントを追加しました。そして、モーテック社のデータ解析用ソフトウェア i2 Pro に対応しました。詳しい内容はオンラインマニュアルグランツーリスモ6 MIR のリプレイモーテック i2 Pro データの書き出しをご覧ください。なんか、あ、書いてますね。なんだろうね。その、リプレイで、ん?わかんないな。なんか実写の中となんとかなんとかっていうのがあったんですけど、多分それのことなのかな。まあ、いや、GPS ビジュアライザーが日産自動車会社の日産、まだ、コネクト日数もプラス、を日産 GTR 日産に対応しました。ということは、オプションの残度、ビジョンよりレースのコンクリート、本物のマイクに注意がどういうことか。リプレイ再生中のクイックオプション、リプレイビジュアルと交換の音量を設定を追加しました。おうおうおう。そもそも詳しい内容は公式サイト、ランティスブログとかもご覧ください。なるほどね。まあ、今回、そのね、オンラインのコミュニティができたんで、ぜひ、お座敷レーサーの、なんですか、コミュニティを作ってくださいということだったんで、早速今日作っていきたいと思います。ちょっとね、ハンコの調子がね、相変わらず悪いんで、なかなかね、できませんけど、まあ、いつかこの、鈴鹿サーキット2014、ここをね、走ってみたいなと思います。じゃあ、そして、お、スバル、BGB? わかんない。GT ビジョンが全部変わりました。あれ?なんか飛ばした。まあ、いいや。ね、ほんとすんげえ久しぶりだな。すんげえ広げてるな。おー。このね、シエラも途中で終わってるんですけど、これはね、また、次回、撮ったの、まあ、すごいもう、3ヶ月か4ヶ月前の話なんだけど、見ていただきます。で、今回、グランツーリスモ6、なんと100回目ということなんですが、ね、100回目は、プレミアム、なんだっけ、ミレニアムイベントレースをしようという話だったんですけど、ちょっとね、時間の関係上できなくなっちゃったんで、いつか、また、収集、このコミュニティで、ね、収集して、レースしたいなと思いますので、その時またお声をかけしますので、ぜひ参加の方よろしくお願いします。本当に申し訳ございません。楽しみにしていた方。ね、また実施されていきますので、よろしくお願いします。さあ、メッセージ。これまたちょっと怖い。ニュースすごい。ちょっとニュース見てみようかな。わお。ほほほほ。まあ、いや、これちょっと、あれだね。早速じゃあコミュニティ作っていこうか。あ、やばい、キーボードも何もセットしてないな。え?固まった?あ、ということで、どういうことな?ということで、どういうこと?コミュニティにようこそ。ここはプレイヤーの皆さんは交流を楽しむ場合です。まずは公開プロフィールを設定を行って、ください。プロフィールを公開したら他のプレイヤーにあなたをアピールしましょう。コミュニティはウェブサイトとも連携しています。詳しくはグランツーリスモ .com のグランツーリスモ6マニュアルをご覧ください。ホームページ、グランツーリスモ .com のホームページからでも、このコミュニティが作れるようだったんですが、まあ、今回はこの、グランツーリスモ、これから作っていきたいと思います。ちょっとごめんね。ちょっとごめんなさい。ああ、よしよし、撮れてる。あのね、プレステ4と PS3 ではちょっとね、撮ってる、機器の設定が変わってるんだ。ひょっとしたら BGM 入ってないかなと思うけど、大丈夫、ちゃんと入ってましたね。じゃあ行こうか。フォトフォトか。とりあえず、ここで行こう。自己紹介。正しきレーサーのキットだよって入れとこうか。とりあえず、ちょっと待ってね。これはどうなってるかな?本当に、あ、そうそう。あかん。これ怖いな。どうしよう。
ピンポンパンポーン。しばらくお待ちしていただきまーす。これだ。これ。ていうか、これ。どれか。これや。キーボード刺しますね。よっこり、よいしょ。よいしょ。さあ、どうだ。あ、来た。さあ、ふがしき。で、さあ、ちゃんの、ベスト。こんな感じですかね。鼻がすごいだろ。タグ、なんだろう、ジャンル、なんだろうな。まあ、どうしてない。カテゴリー。して、なんかあれだな。ブルースタイル、総公開、ああ。すごいね。そういうのが設定できるんだ。どうしようか。まあ、ポリシー。まあ、ね、コーヒーにしようか。はい、オッケー。あ、なるほど。いろいろね、こう設定ここでできるんだよね。まあ、ここで後でね、作り込んでいきたいと思います。フレンド以外のメッセージ。フレンド登録をしていないプレイヤーにもメッセージをするかどうかをチェックを入れると、あなたの広告という画面右にメッセージボタンが表示されます。チェックを入れない場合は、フレンド以外の通知を少し。もう一度チェック。グラトリスモドットコムのコミュニティ機能でフレンド以外のマイページ率を復活するか、これはやった方がいいね。で、設定をして、はい、成功。ありがとう。今回あなたの広告を確認します。あ、こんな風に見てる。おー、すごいじゃないの。なるほど。全部わかっちゃうな。ああ、いかんない。俺の、無事よ。これでいいのかな？ちなみに何がこう、あるのかな？すごいね。クラブリストが興味のあるクラブの方に、クラブは自分が主催するもので、8つ目で探す。はいはい。特に、ベストか。自慢のベスト化を公開しましょう。あ、これは GT6 と新たにフレンドに車を公開、あれっすか。ちょ、じゃあこれ俺、スイッチ5のね、前、ドリフトで出した。なので、スイッチ5公開しておきますので、ドリフト仕様だ4と言ってます。ドリフト。仕様だ4。ポンプ。はい。ね、こんな感じで公開できるんですね。公開する。この公開して、セッティングができるか知りたいよね。セッティングができるんだったら、なんかその、デモカーとか作れれば、ね、本当最高だよね。更新長いな。少し長いな、これ。あ、オッケー。で？お、かっこいいじゃないの。公開フォト。ね、ここもね、ぜひ、こう、皆さん、参加された方は、ぜひ、ね、フォトを入れていただければ、ひょっとしたら、この、サムネイルに使わさせていただくかもしれません。なるほど、すごいね。ちょっと時間的に9分か、まあ5、6分になっちゃったな。そうだ、カーディーラー見ていこうか。BMW が通過されたって言ってたね。BMW。どこだろう。多分、どこにあるのかな。わかんない。わかんない。え、いい、え、なんか増えてる？こういうのあったっけ？あれ、なんか増えてますよね。あれ？全然、もう忘れてる、本当に。やば。あ、ニューって書いてますわ、ちゃんと。何が中心になったのかな？ほっ、ほっと。おこれですね。あセーフティーカーって書いてるよ。なるほど。まだまだグランツーリスモ6、ちょっとね、なかなかアップデートがね、修正アップデートだったり、なんか、こう、
まあ、微妙というか、パッとしないアップデートだった気がするんですが、おいや、なんと、面白いアップデートが来たんで、まだやっていきたいと思いますけども。もう、下手だろうね。相当下手だよ、俺。お、かっこいいじゃない。相当ね、やってないからね。そこもね、ミスさんのさっきの、なんか、GTR、3号のね、GTR。これもね、ね、すっげえ見なかった。インプレッション、これだね。GTR ニスモ、ごめんなさい、これですね。これもね、インプレッションしてみてくださいっていうことだったんで。これも、これを使って、じゃあ、鈴鹿をね、まあ、やっていこうかなと思います。さあ、まぁ、あ、ちょっとね、変な、ね、ちょっと変な動画になっちゃいましたけれども、まぁ、あ、久しぶりの、まぁ、あ、復活ということで、復活になるかな？またちょこちょここうやっていきたいと思いますんで、よかったら、皆さんまた見てみてください。最後までご視聴ありがとうございました。次回もぜひご覧ください。それでは皆さんまたお会いしましょう。よしなに。